なるほどチャイナの第8話。第8話です。今日のテーマは、はい、中国人男性が女性に年に何回プレゼントするの、うん、まあ、日本より間違いなく多いだろうなっていう印象それだけはねずっと持ってるんです。なんか噂とかありました？噂はね、なんかまあ一言で言うと中国の男性って大変だろうなっていう印象。年に6回とか6回、2ヶ月に1回とか、ね、なるほど6回、はい、ではじゃあプレンターを持ってきました。わ、はい、かりやすくていいですね、はい、ではですね、まずは1月1日、はい、1月1日元旦の日です。はい、はい、ハッピーニューイヤー。そうですね、ハッピーニューイヤーで年に一度1回だけなんで、うんうん、1回だけですよね。で、まあ、もちろんもちろんもちろんプレゼントはしますよね、うん、そうですよ。いやいやいや、日本だと、まあ、明けましておめでとうございます、はい、今年もよろしくお願いします。そうですね、もう以上です。まあ年に一度だけなんで、うん、初めての日なんで、はいはい、この1年、まあ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 いいですよ、それはちょっと今年もよろしくお願いします。ちょっと今年もいい年を過ごせるためにいいプレゼントを買って、はいはいはい、まあビドンのバッグとか、うんうん、ザッと、はい、では次、うん、2月です、うん、もちろん、全世界通用の2月14日、うん、バレンタインです。はい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 、はい、ね、日本だとやっぱりこう高校生とか ね、2月14日こう朝にこう下駄箱チェックして、はい、俺にチョコ来てないかなみたいな、はい、何来るから何人来るかなみたいなものをそわそわしながら1日を終えるっていうのが、まあ、男子中学生男子高校生のバレンタインですよ、はい、だからまあ男性が女性からもらう日、中国は男性から女性にっていうのは聞いてました。聞いてました、これは噂で。バレンタインなんで、うん、年に一度だけなんで、うん、まあね、まあね、まあ、年に一度ですね、しょうがない、ちょっと良いプレゼントを買って、うん、まあビドンのパックとか、あ、チョコじゃないんだチョコじゃないんだ。2月まだ終わってないですね、まあ、中国は、うん、はい、旧正月で回してるんですけど、旧正月大体2月中にで、そういう時は必ず、まあ、ビドンのバッグじゃなくても、まあ、買いますね春節中に、はい、旧正月は終わったら、まあ、次、3月になります。はいはいはい、最初言いたいのは8日です。8日、女性の日ですね、まあ、婦人の日とも言われています。3月8日、3月8日、はいはいはい、お祝いするっていうか、うん、女性の日なんで、うん、ちょっとプレゼントを買って、うん、ちょっとお祝いして、うん、まあ、女性の日なんで年に一度だけなんで、ちょっと二度のバッグじゃなくてもちょっといいやつを買って喜ばせるようなエルメスとかね。そうですね、いいですね。ちょ、3月は実はあの次の週ですけど、うん、もちろんご存知だと思いますが、14日に、はいはい、ホワイトデーがあります。ホワイトデーですね。ホワイトデーはあれ日本ではだからあれですよ、そうです、ね、男性から女性にお返しをする日なので、はい、で世界共通でそのホワイトデーは男性から女性に送る、はいはい、プレゼントを送るんですよっていうのは、情報は多分、はあはあはあ、中国国内では流行ってるところを流してるんでじゃあその日は当然男性からプレゼントもらえるだろうとじゃあバレンタインも、あ、そうですね、ホワイトデーも行くと。そうですね、そうですね、もう5回、5回ですね。3月で3月ででは次、はい、4月は一旦、はい、4月一旦休憩で、おお、よかったよかったよかった。で5月1日来ました、はい、5月1日、5月1日勤労の日ですね。あ、勤労の日、はい、まあでも、まあ、イメージですよ、イメージ。日本だとやっぱりこうね、まあ、ちょっと考え方古いかもしれないですけど、はい、男性がやっぱ外に働いて、そうですね、子供とかできたりするとやっぱ女性ってなかなかこう出れないじゃないですか、まあ、働いてる男性がやっぱりこう勤労的に、そうですね、そうですね、普段こうお勤めご苦労様みたいな、ね、これはあのゴールデンウィークとも言われてますね、はいはいはい、で連休中にしかも勤労の日なんで、うん、せっかく頑張ってこう稼いできてるんで、うん、じゃあちょっといいものを買おうっていうので、うん、じゃあ買ったら誰にするのっていうのは、うん、じゃあやっぱ女性に、その日はじゃあちょっとそのビドの新しいバッグとか、うん、まあ、また多分新作出てくるんで買って、はい、喜ばせると。で5月は実はね、まだまだ終わってないですよね、まあ、まあ1日でしたからね、さっきので5月20日実は、発音はすごく似ているので5月20日は5月20日 I love you day になっています。ウアーリンと中国語のウアイニと I love you、まあ、発音が近いので、うん、
ちょっと一個だけいいですか、はい、それ発音が似てるって決めたのは絶対女性ですか。あ、それは女性ですね。女性ですよ。でも女性から男性にも、うん、ウーアーリンとかってで、まあ、あるべきですよね。それはあの自分の I love you を表現するためにはやっぱり、うん、まあ、ちょっと物が具現化にしなきゃいけないので、じゃあ物をプレゼントしましょうっていうので、じゃあ男性から買いますよと、うん、はい、はいはいはい、I love you ですって、はい、ビドンだったらすごく I love you ですと、はい、個人的にちょっとうざいなと思うのは、はい、6月1日子供の日です。ほうほうほう、中国では子供の日はですね、うんうん、まあ、女性にはまあちょっと構えてほしいという心がいつも持ってるんで、ちょっと子供みたいな感じじゃないですか、うん、じゃあ子供の日にもプレゼントしましょうと流れになってます。女性に、男性から女性に、もちろん 100%、 はい、もうね、心が折れますよこれ。まあむせちゃいましたけど、まあそうですね、毎年稼いでお金大体ここら辺で使っちゃったので。では、7月入るとですね、中国では旧正月、旧暦で、はいはいはい、動いてるんで、実は日本もあるんですけど、七夕、あ、はいはいはい、7月7日、7月7日、はい、七夕は中国伝統的な I love you 日なんで、はいはいはい、2回プレゼントしますと、はいはいはい、もらわないとちょっとなんか、あ、もう終わるかなっていうので、ああ、はい、徐々にこう女性の方がちょっとご機嫌斜めになってくる。そうですね、雰囲気がどんどん変わるんで、何もないのかしらみたいな。9月、はいはい、一旦休みです。おお、よかったよかった、一旦休みです、稼いでください。はい、今のうちに貯金をね。10月は中国国慶節買います。国慶節ですね。2回目のゴールデンウィークですね、うんうん、中国では国がみんな盛り上がってる日には、その超過休み中にはプレゼントないと、うん、何を喜ぶのというの。もうなんかね、ビトンのバッグをあげることに今抵抗がなくなってきましたよ。ああ、そうですね、まあ、買いますよ。またきっとビトンのバッグなんだろうな。まあ、その固形性中でもビトンバッグ、あのちょっと割引とかもついてるんで、もうね、今多分ビトンのバッグも6個目ぐらいですよ。ああ、そうですね、女性は買っちゃいます。買っちゃうんですよね、はい、10月もう一つあります。わかりますか。31、あ、ハロウィン。ハロウィンです。ハロウィン、ハロウィン、はいはいはい、まあ、いろいろ今の、まあ、商業のそのなんとかイベントとかいろいろあるんで、割引もあるんで、じゃあなんか買って。今ね、ハロウィン商戦ってすごいですから、ね、そうですね、すごいですからね。なんか安いのっていうの、あ、じゃあお買おうかって雰囲気流れ的に、じゃあ、はいはいはい、もういいさ、もうそれはね、我慢します、うん、まあ、もう我慢、ビドン店員さんとも知り合いなんで、はい、もうなんかお友達みたいな、そうですね、感じです、感じです。11月の11日です。はい、これはもうあの EC の日ですね。 EC の日です。独身の日から、うん、EC の日になってます、はいはいはい、その日は、まあ、買い物したら特に、アリババ の、 その T モールとか、うんうん、かなり安いんで、うんうん、買っちゃいますね。安いんだからもういっぱい買ったらもう 女性に彼女にとか、うん、なんかないと、あれ安いのに何もないの、うん、そうですね。なんで、はあ、だったら買いますね。じゃあいや、どうせ、まあ、半額だったらじゃあ買っちゃいますよと。で、年に最後、12月になりましたと、はい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 、クリスマスです。はいはい、まあ、これはでもしょうがないですよ。しょうがないですね。あ、日本も同じですね。これはしょうがないです。クリスマスはやっぱりこう、ね、はい、彼女にプレゼントしたい、奥さんにプレゼントしたい、そうですね、気持ちよくわかります。ではですね、12月終わっても、はいはい、実はまだまだあります、はい、クリスマス終わったのに、はい、すごく大事な日、はい、中国の女性に対してすごく大事な日はまだまだ残っています。大事なのは誕生日、結婚記念日、ほうほうほう、ちょっと年取ったらもう金婚、うん、初デートの日、デートの日、初キスの日。今ね、やっぱ何となく数えたんですけど、うん、やっぱまあ14個、今14個ですね。そうですね、まあ、少なくとも14、でプラスまだまだこう増える可能性は、うん、全然増えますね、あるわけですよ。だから年間に、はい、まあ、これプレゼントでいくらかかるのかなって考えると、まあ、全部ビノのバッグだったら、まあ、ゾッとしますよね。ちょっとやばいですね、やばいですね、はい、まあ、僕はね、はい、あのちょっとこういうこと言うのあれですけど、もう日本人男性でよかったなと思いますよ。今ちょっと安心してます。ありがとうございます。では、いやいや、じゃあ今日のテーマは、中国人男性女性に年に何回プレゼントするの？のテーマでした。どうですか？いかがですかね？本当に中国の男性応援してます。大変ですよね。本当に応援してます。ありがとうございます。本当に素晴らしいと思います。はい、すみません。ぜひあの次のなるほどチャイナもまた見てください。はい。はい、じゃあ登録してください。登録してください。はい、お願いします。ご視聴ありがとうございました。